ドジャース大谷翔平投手30が15日、日本時間16日2028年ロサンゼルス五輪への出場を熱望した21年東京五輪以来2大会ぶりに野球が復活する祭典に向け出たい気持ちはもちろんありますねと明言担当の安藤光太記者が大谷の発言をひもといたロス五輪はまだ4年先とはいえ メジャーリーガーの出場に米国内の関心はまだ薄い根底にあるのが五輪が日本ほどの盛り上がりを見せないという現実だ四大スポーツが人気の米国ではパリ五輪を目前に控えても五輪の話題は少なく現在はメジャーリーグテニスのウィンブルドンやサッカーの南米選手権学生スポーツの話題が大半を占めている一方普段は見ることのできない ドリームチーム結成は悲願でもある。バスケの米国代表は、92年のバルセロナ大会から NBA 選手が出場。マイケル・ジョーダン、マジック・ジョンソンがスターが揃って頂点に立ち、大きく盛り上がってトップ選手が参加する流れができた。野球も6年に第1回 WBC が行われてから、大会規模は徐々に拡大。23年大会では22年7月にトラウト、 エンゼルスが首相に就任し、ベッツ、ドジャースら大物が次々に参加した。選手に出場意欲があれば、野球人気回復のためにも、MLB 側が考えを改める時が来たのかもしれない。球界トップの大家の発言は大きな意味を持ちそうだ。MLB 担当安藤太